どうですか、なんかやってて問題とか。はい、さっきちょっと中村さんにも相談させてもらってたんですけど、まあ今ちょっと練習がまだその時期が続いている状態で、まあ嫁さんにしかちょっと施術できてないんですけれども、まあだいたい毎日に近いぐらいちょっと寝る前というか、まあ、時間がある時にする感じでやってはいるんですけれども、まあ毎回その僕の中で同じことをやってるんですけど、その感じる受けてる側の感じ方が全然違うのはちょっとなんでなんかなっていうかね、今日は気持ちええわっていう人、今日全然やわっていう人、なんかそういうのは結構ばらつきあるけど、これ私のせいなんていうのを聞かれて、まあ俺の技術かなとは言うてはいるんですけど、はい、ちょっとその確認の仕方というか、それが自分の中でちょっと解決できてなくて、はい、それをちょっと、はい、今今日は何で、なんていう言葉を出すんですか、奥さんは。いや、今やってもらった後の感想を、まあ、一応聞くんですけれども、で、まあ、昨日なんかものすごい気持ちよくて、なんかもう 寝てまいそうになったわっていう日もあれば、なんか今日触ってくれ、今日なんか昨日と同じことしたっていう感じで聞かれることもあって、まあね、手順も同じやし、やってるやり方も自分は同じやのに、受けてる側がなんかこう違う、まあその寝てる体勢が違うとか、そんなんなんかなとか思いながらも、まあ、ちょっと毎回これからちょっと同じ体勢でちょっとやってみようかっていう、ちょっと相談しながら今ちょっとやってるところではあるんですけど。なるほど。どういうふうな感想をもらえたらいいと思います？そうですね、まあ毎回その気持ちいい気持ちよくない以前に、やってることは同じっていうふうに、まあ相手が感じてくれたらいいんですけれども、まあ気持ちよさを求めてやってるんじゃない部分もあるんで、その辺がちょっとはっきり答えが自分の中ではまだ見出せてないんですけれども。それでいいんじゃないですか、別に気持ちよさを求めてる、提案してるわけじゃなくて、はい、ヘッドケアを夜ちゃんと眠れてるかどうかっていうので勝負してるわけですから、はい、その時の感情とか気持ちはあんまり関係ないですね。あ、そうですか。それ聞いてると、なんかもっと強くやってよって、もっと強くやって確かに、もっともっとやってよってやって、結局それただのヘッドマッサージで終わってしまいますよ。はい、わかりました。だから奥さんの今日の気持ちとかのは関係ないですね。ああ、まあ、自分の中でその形をちゃんとできてると思えば、それはそれでもう貫いていいということでしょうね。で、奥さんの体調が良くなっていけば問題ないですね。ああ、気持ちよさを求めてるのではないので、はい、我々はこれはで、マッサージはやっぱりそこをほぐしてもらって気持ちよかったって言わないで言ってもらわないと意味がないんですが、あで、ヘッドケアは凝ってるとこグリグリやるっていうテクニックじゃないので、はい、気持ちいいとか気持ちよくなるは関係ないことです。あ、もうそれをそのままのことを言って理解してもらったらいいっていうことですね。うん、だから体調どうなのって言って、あだから多分奥さんは経絡ヘッドケアじゃなくて経絡マッサージと思ってらっしゃるじゃないですか。あ、確かにそこまではちょっと深く僕も説明してないんで。そうなんですよ、はい、だからそれをやらないとちょっと変わったヘッドマッサージと思われている可能性があると思うんですね。はい、わかりました。ヘッドマッサージと思われちゃうとお客さんはみんな、いや、よそでもやってるからってなるんですよ。うーん、頭やってあげるよ、どんなんとか言って、あ、こんな感じ、これヘッドマッサージやね、私整骨院でやってもらってるし別にいいよって言われてしまう。ああ、うん、そうですね。だから最初にこれは何のためにやってるのかっていうことですね。はい、これは睡眠障害改善のためです。極端に言えば、今そこまでその睡眠に対しての悩みというか、あんまり持ってなかった方なんですよ、嫁さん自体が。
それでまあ僕のその技術の練習のために付き合ってもらってるに近いんですけれども、何ですか、前僕がそのやってない、あの練習で付き合ってもらってない時の時よりも、僕があの施術をしだした時、しだしてからの方が夜中にトイレで起きる回数が多くなった感じはするらしいんですけどね。そこはほんなら、なんていうんですかね、そのせいで眠りがちょっと浅くなったとか、そういう感じで考えた方がいいんですかね。だからもしかしたら奥さんには合ってないのかもしれないですね。ああ。奥さんには必要のない技術なのなんかもしれないです。万人が万人全員10人中10人に効果あるっていう技術は世の中にはないと思って。はい。反対に奥さんにはしない方がいいのかもしれないですね。ああ、じゃあちょっとしない期間を設けて様子を見て、それでトイレに起きなくなったら、あ、この人には合ってなかったんやっていう感じで受け取ったらいいってところですかね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。そういう感覚でやられた方がいいと思いますね。はい。あ、お願いします。緊張してもらうのが緊張なんで大丈夫ですか。してもらうっていうことがないじゃないですか。あ、今日はよく寝れますよ。そこの時点で多分ね。よろしくお願いします。そうです、そうです。引っかからないように気をつけて。